はい、こんにちは。任天堂クラシックミニスーパーファミコン、こちら遊び尽くそうのコーナーへようこそ。というわけで、前々回この Wii のクラコン、これは動かすことができましたと。ヌンチャクダメでしたと。で、気になるこのデュアルショック2の変換アダプターをかましたものは動くのかというと、残念ながらこちらは動作をしていませんと。でも理論上動くはずなのに動かないってことは、意図的にこっちを動かしている可能性があるということは、意図的にこの PS のね、コマンドスティック、これホリのねやつ使えるんじゃないかってお話でございます。だってさ、ホリは使えるよ、この入ってるから。あの幻のストリートファイター2スーパー入ってますからね、ホリはやっぱね、サコさんですから、これはいけるでしょう。ということでね、全然いけますね。いってみましょうかね。これもうケーブルと暴力に私駆られてますけど、じゃあね、早速ね、このコマンドスティックちゃんをここにパフェルダーオンさせてね。なんたってこれはソニーじゃないから、あれは多分ソニーだから拒絶したけど、こいつはホリです。ソニーではないです。これは大丈夫でしょう。当然カプコンさんから要請も来てるでしょう。あれは動くようにしてくれと。お、通電してますね。電気来てます。完全に通電してます。いきます。ところがどっこい、これが現実です。 OS レベルでダメです。っていうことは、この下駄がダメなんでしょ。結論、これもうよくわかんないです。もう今も売ってるのがもうよくわかんないし、日本でも売ってなかったから売ってるかわかんないけど、まあとりあえずこれじゃ稼働しない。 Wii は動く、 Wii で使えるやつだけど動かないということは、 Wii のアクセサリーが全て動くとは限らない。これは任天堂のサービスで動くようにしてあるのかもしれないし、もうそれはわからないです。Wii のね、デバイスをいっぱい持っている方、ね、家から、押し入れから引っ張り出して、ガッチャンゴッチャンして、あれ動いて、あれ動かないっていうね、コメントくれると、これ幸いでございます。という上で、スティック残念ながら動きませんので、これまたね、押し入れの奥底に、眠らせておいてね、昔、遥か遠い昔、そんな文明があったっていう感じで、ね。ジョージアガイドストーンめぐみでした。またお会いしましょう。じゃあ私はね、普通に付属のコントローラーで遊びたいと思います。バイバイ。